にありがとうございました、開催当時は朝から夜までライブ配信があり、旅行やショールームでも裏側で配信があったりと、皆さんも視聴するだけで大変だったと思います。多分落ち着いて見れてない方が多かったんじゃないかなと思いますので、今回出演メンバー実況のもと公演を振り返っていきたいなと思います。本日の配信はアーカイブ映像を見ながらの実況をしていきますが、ライブ映像の配信はありませんので、ショールーム配信を見る端末以外でアーカイブ映像用の端末をご用意していただくと配信をより楽しめると思います。皆様いいよ皆さん、そろそろご準備いかがでしょうか。いいと思います。切ってきてる。よく言えましたって聞いて。いいんじゃないかな。いいかな。はい、いいって、OK って。では、オーバーチャーが始まる10秒前の位置に合わせて一緒にスタートしましょう。ストリーミングプラスは9分23秒くらい、ファンストリームは10分ぴったりくらいが10秒前の位置になります。はい、皆さん準備してください。してください。出そうかな。え、これシアターって言ってるよね。うん。うん。シアターの女神子は言いたいこと言ってなかった。増してるよね。増してるとは思いますけど。シアターの女神公園です。はい。あ、みんないいんじゃないでも。もう一回秒数お願いします。ストリーミングプラスは9分23秒、ファンストリームは10分00秒くらいです。はい、できました。じゃあカウントするんでスタートしますね。それでは5、4、3、2、1スタート。始まったよね、うん、始まったと思います。終わりました。あー、始まった始まった。キンコンカンコン言ってる。全座だ。よいしょ。あ、切っちゃった。マリコさん、前座があるんですね。この前座は予想できなんだって言ってる。本当？でもコメントみたいな。すごい。コメントみたい。この時はもう待機してたの。そうですね、後ろで待機してたね。もう準備満タンって感じでした。ヘルメットかぶって。でも西はどっちだ、こっち上手、うん、上手の袖から出る人だったんだけど、最初菅原さんと西しかいなくて、えみたいになって、袖にそう、なんか来なかったの。あと2人くらいいるはずが。だからめっちゃえ、ここ立ってるよねって菅原さんの2人で来た。その後来た、会ってた。うん、前座があるのってすごくない？普通の？あ、よくある。ないよね、あんまり前座ある公園って。うん。
このコーナーこの公演この公演を通して仲良くなったメンバーいる？この公演を通して、いるかな。なんか言えるほどはいない気がする。もう自分のやることに精一杯って感じだったからね。でもくまさんと菅原さんとはたごんさんと一緒に通しで練習したりしたよね。うん、した。自分たちで、ね、自主練で一緒に練習したりした、うん、そもそもリハがね、いてリハがさ、ここで何レッスン場でのリハがさ、うん、1回しかやってないじゃん。そうそう、1回しか参加できなかったんだよね。そうそうそう、チェリさんとなんかさ、本番始めましてだからね。そう、本番でやっただけだから、そこまでね、一緒の時間を過ごしてないっていうか、ね、もう他のにも精一杯だったよね。そうそうそう、合わないし、なんか先輩はあんまりいないイメージ。終わった前座おばあちゃん、みんな同じやん、ちゃんと。おお、すごいこの映像ね。こんな映像だったんだね。すごい、なんか進化系とか、進化系のなんかさすごい、すごい、めっちゃカラフルだしね。おお、すごい、こんなあったんだ。メンバー出てる、メンバーの。あ、いたいたよ。おー、シアターの目がなんかすごい、ね、強くないなんか強い。そう、このオーバーチャー中にここに準備してたんだよね。うん、出てくるとか映ってないんだね。ね、おー、光ってる、ちゃんと。すごい、誰だっけ、誰かのさ、ライト、畑野さんだっけ、めっちゃ暗かったの。え、ついてないってこと？え、違う、つくんだけど、すごい暗、外れだったの。へぇ、外れ。そう、誰か一人外れがいて、誰か忘れちゃったけど、外れのライト、でも暗いからそんなわかんないね。わかんない。間違ってた待って待って、いやー、レシピ間違え、一発目間違えたと思った、映ってないと思ったら、そこだけ思いついてた。一番前で映ってたよ、今最悪だそこ間違えちゃった。めっちゃ映ってたね。めっちゃ映ってた。どうしようかな、さ、逆だったらよかったのに、カメラが。え、そうだよね。レシピの横だったよ、ちょうどね。前もさ、髪振りの時もさその角度でさ、ちょうど抜かれてたんだよね。え、た、座ってる。ほんとだ、途中ね、レシピになりそう、謎のやつ。この班は扱うの難しかった。え、そう、難しかった。しんちゃん、何の人？しなは、なんか細長いやつ。あ、ね、クワみたいな。そう、スコップだったからさ、スコップどういうわけで持ったらいいかな。なんか叩くのじゃないもんね。でもスコップを何、こうじゃなくてこう持つのが正解だし。あー、縦に。そう、でもスコップこうやって持つって思ったの。持たないよ、こうやって。この上のがなんかこれが正しい、これらしい、教えてもらったらそうだった。鶴橋だって。重ね着大変そう。そう、この中に2着も着てるからね。うん、すごいんですよ。あす
すごい、もうなんか懐かしく感じる。へ、ね、えー、大変だったんだ。なんで俺さ、衣装出てるました。ちゃんとゴム入れたのに。出ちゃった？出ちゃってる。取れちゃったんだ。いつ取れたんだろう。さっき誰かも出てたよ。うん、ちょこちょこ出てない。あ、須田さんのかな、須田さん。ほら。出てる。ちゃんとしまったのに、いつの間に出てたんだろう。スコップはね、重たくないですよ。軽すぎて難しいんだよね、逆に。逆に難しい。ここ難しいんだよね。ここめっちゃむずいの。ここがリズムの取り方っていうか、ね、ちょっとハンマーいけるんじゃねと思ってここで挫折するんだよね。覚えるとき難しいんですよ。音のリズムと体のリズムと腰と手のリズムがなんか全部バラバラなの、ね、難しい。簡単そうに見えるけど、ここのさ、寄ってくるところもさ、番号広くなってるからたどり着かなくてね。めちゃめちゃ遠いから歩いちゃった。普通のやつじゃいけないの。ワイズレッド。あ、ずれ、結構ずれてる。ワイめちゃめちゃずれてたよね。あの、脱ぐのに必死でさ、ね、脱げなかったらどうしようと思って、衣装のことで頭いっぱいだと分かんなくなって、うん、あとこの曲は本当に難しい。これは難しい、混ぜて難しい。隕石の確率。この衣装かわいい。なんか、みんな一緒に見えて結構デザイン違うんだよね。うん、豪華って感じじゃない？うん、ネクタイの人とリボンの人がいて、笑っちゃう。もうできるかなって感じ。いい曲だけど難しくて。そう、難しかった。一番最後に覚えたぐらい。自分がどこでどう映ってるかわかんないからさ、ね、こう映ってたんだって、めっちゃ思う。え、すごい、ちゃんとカメラ見てた。なんか衣装のさ、ブーツがさ、リハと変わったんだよね。そう、なんかもともと用意してあったシルバーのやつ、ブーツが経年劣化で、そう、そう、リハやったら結構みんなボロボロ壊れちゃって、違う靴になって、でもシアタマはヒールが高いやつが多いよね、衣装も。でも踊りやすくなったね、リハよりもまずヒールちょっと低くなって嬉しかった。もう立ってるだけでも疲れちゃう。そう、あの靴ヒール、うん、このアートは難しいんだよね。あ、ここ難しい。ここも苦労した、うん。カメラ見つけた今。いや、わかんない。見つけてた？わかんない。見つけた笑顔だって。嘘。知らない間に見てたらしい。今は愛のストリッパーです。
生メンバーいないんだ、だってこの公演一番下が綾部ロさんだから19なんだよ、うん、すごい大人ね。本当いい足の立ちだもんね。平日の昼間だからかな、だって。ああ、そういうことか。そういうことか。この歌結構好き。ね、こういう曲調の歌。ミセが割と最初に覚えた曲。やってたよね、最初の方に。こう最初頭から見てて。ハンマーはアウト何落ちサビ、うん、サビちょっと難しくて隕石はもう難しくて3曲目にたどり着いた。選ばれたのがこれだった、うん、最初に。結構須田さんとポジション近くでいつも須田さんの近くにいる。すごい須田さんの声ってすごいわかるね。わかる、わかりやすい。超走ってる。ね、遠いんだよこれ。遠いんだよね。そう、グローブは最初からみんな同じなんだよね。うん。ちくんはなぜ見ながら拝んでるのって拝んではなかった。手の居場所がなくて。曲順に覚えるんじゃないのね。そう、自分の覚えやすい曲から覚える。そう、難しい曲が最後に余っちゃうね。本当は最初から覚えたいんだけどできないんだよね。ちっちゃいやばい。ここら辺もさ、自由の振りだから難しいよね。うん、何言ってるか分かんないよね。うん、またフリーしちゃった。そう、スイッチいた。映りました、今。映りました。シナセンターにいます、今。ただいまセンターにいます。真剣になっちゃう、考えてるね。この後も早替えなんだよね。そう、ここめっちゃ急いでるから。めっちゃ、もう走らせて走らせて、ひたすら走ってる。そこ映ってると思ってなかった。映ってた、映ってた。走ってるとめっちゃ走ってた。ちゃんと間に合ったからね、よかった。
シアターの女神になりましたね。今忘れてた。この曲はシアターの女神です。あ、カメラ割り、カメラ割り、カメラ割り、うん、一人ずつ抜かれていくとかね。チキンレシピほら、ツーショット買えとかも本当は持ってる日だけど、そうインスタンスバージョンで。あ、しっちゃん、まなかです。出てきた。映るよ。おお、来た。映った。ちょっと笑いすぎだな。笑いすぎなんだよな、いつも。次の感想難しいんだよ。難しいんだよね。みんな他人がバラバラだから難しいんだよ。これツイッターに引きでの動画が自分で載ってたよね。載ってた。難しいんだよ、そこが一番。横のさ、ここにいるからやってついてること気づかなくない？その前のね、遠いところにあるの。終わりました。MC 入ります。イエーイ。ね、公演中のハプニングあったかな。ハプニングはシアターは割と安全。何危険な声ある。シアターはでも最初の今頭4曲の衣装脱ぎができれば、そうだよね。その後の衣装系はあれだからな。なんかあったかな、なかった気がするけど。見てて出てきたらどうしよう。ね、
でもさっきのさ衣装の裾とか出てるの知らなかった。ああ、思い出したら言いますね。あの公園でもな、なんかハプニングっていうハプニングはなかった気がする。うん、間違えちゃうことはよくあるんだけど、間違えちゃうことはちょっとあるんですけど、まあ、ハプニングというほどではね。映ってた、ずっと映ってた。恥ずかしい。なんか見切れて映ってるの一番恥ずかしい。ね、わかんないから。知らなかった。バイバーイ。違います。ここの MC とかはさ、もう裏で着替えの必死すぎてね、うん、聞こえてないからね。こう見るとさ、すごいメンバーが強いな。メンバーが強いね、うん、一緒に公演やってたんだなって思う。うん、その前なんだ。そうなんだ、うん、おー、うん、すごい。見てた、うん、そういうの。見てたかな。あ、そう、短かったの。80何回くらいしかやってないんだって。そうなの、100回やってないって。すごい。チリさんの、チリさんの詩、うん、今日言ってた。どういうこと、なんでチーム詩って言ってたの。チリさんがいるから詩ってこと。チリさんがリーダーで。ああ、え、他のもじゃあそうなるってこと。え、K2 だけど詩って言うってこと。な、ニック、何、ニックネームじゃなくて何、別名とか、なんかそういう。ああ、そういうことね。うん、すごい。え、あ、AKB か、うん、すごい。おすごい、うん、決
形があるからね。私このくらいの時には着替え終わってたわ。うん、確かに聞いてた。じゃあこれ聞いてた。そっか、1曲目だもんね。そうそうそう、ちょうど裏で聞いてたこれ。へえって思いながら聞いてた。全然この MC は聞いてなかったもん。私の裏で。どうぞ。ミニット1曲目。初恋よこんにちはです。くまさんとあやめろさんとねせ、どうだったこのユニットは。この曲マジで難しいの。マジで難しくて、難しそうだった、見てるだけだったけど。そう、なんか振り自体はまあそんなにって感じなんだけど、うん、そのリズムっていうか歌割りも追っかけだから、うん、2人はだから追っかけの人は歌ってるやつと振りが違うの。あだからすごい難しくて、ずれてるの難しいよね。で曲調がずっと似たような感じだから、どこの1サビの振りと2サビの振りとみたいなのが全部こんがらがっちゃうの。これ衣装大盛りって書いてあった。だからマホピョンが普段着てる AKB の大森真帆、真帆ぴょん、トラさんの。ああ、AKB から来たってことか。そうそうそう、普段真帆ぴょんが来てる以上だと思って来てた。今シアターやってるってこと。うん、この辺も階段降りるとさ、一気に振り分かんなくなる。このさ、今まで頑張ってやってたのが階段降りるとできなくなる振りとかがあるのさ、ちょっと難しくなっちゃう。これも初めて3人でできたのが現地リハだったから、でも本番はできてるよね。うん、できてるよね。いいじゃん、本番できたらいいんだよ。すごい難しい。なんか間違くない？ん？場所、場所違った。なんか二人の幅が違った。ねえ、言わなくていいんだよ、そういうのは。じゃあ、あれと思って。
似合ってるこの衣装。衣装よ。なんかザって感じだよね。ザザアイドルみたいな。すごい、スタンさん出てきた。そう、そこもさ、そこ出てくると思わなくてびっくりした。日本時出てきてたかなと椅子が変わったじゃん、うん、だからびっくりした、吐き落としたら出てきた。ね、ランランさんとマルミさんが同期でエモエモ。やりたいかって言われるとちょっと難しい。照明がすごい、ね、照明はもうずっとすごい。ヨコニャンさんと3つ全部一緒だったのって怖い。へぇー、ヤドラとテツナとこれ、うん、スナーカマタさん、うん、初めて聞いたみたいな。何回も聞いてたんだけど。シャッターいい曲多い、うん、好き。最初これになった時は、うん、本当に知らなくてゼロだったからもう分かんないよみたいな。でもニシピョンが いい曲多いからみたいなこと言っててでもその最初のシナにはもう全然分かんないから、うん、もうやっ練習してみたらすごいいい曲多かった。すごいいい曲多い。すごいシャッターはあっという間に終わったって感じ。早かったよね。すごい早く感じる。すぐアンコール行って、うん、あれもう終わっちゃう。アンコールもすぐ終わっちゃうしね、うん、一番あっという間だった。
よ。うん、みんなはけちゃったよ。あ、そうなの、最後一人だけなの。あ、出てきた。あ、そういうやつ、そういう演出なんだ、すごい、ね、次はキャンディー、キャンディーだ。チーム E の3人のね、うん、これは誰が一番可愛くやるかみたいな言ってた。あざとい。うん。ユニットでここまで可愛い曲してね。うん。スタンドマイク使ったことないの。え、絶対言ってるよね。絶対言ってる。今まで一回もないのか。一回もないの。3年行ってないの。すごいよね。それもなんか逆にすごくない？なんか小道具系も使ったことなくて、手綱でチョコの行方やって、それで初めて持った。なんか難しく感じちゃわない？そう。ロープとかも初めて持って。だなって感じ。この曲がってこと、うん、やってた時もこの曲だよね、うん、やるとしたら何のユニットみたいですか？なんだろう。違うのってことだよね。あるんでしょ。なんだろうな。ロッカールーム？ロッカールーム。でもラクロス部になるわじゃん。ラクロス部、でも衣装かわいいよね、すごい、うん、衣装って感じだし、かわいい。何がいいかな、さっきの曲がいいかな、うん、嵐のような、うん、この曲もかわいくて、うん、やってみたいけど、ちょっとこの衣装を着れる自信がないので。でも全員全員年上。あ、ないですか。菅原さん、菅原さんないです。ちょっと似合わない気がしちゃう。でもユニットよそでさ、しーちゃんキャンディーって言ってる人多かったよね。多かったよね、うん、やってみたさはあるけど。キャンディーケータリングのとこに同じのあったよね。あった、いろいろ食べた。いろんな味があった。うん。ラクロス部、ラクロス部ですよ、皆さん。めちゃめちゃ楽しかった、この曲。リハからめっちゃ楽しかったんだよね。そうなんだ。
さ、そんなさんがさ、これどういう、どの向きで持つのみんなで最初相談してた人わかんなくて、うん、結構さ、ガチガチだよね、なんか本物だよね、これ本物、うん、でもこれもこの現地の時計で初めて持ったから、うん、傘で練習してたよね、ミハマー傘だったから、うん、わかんなくて、うん、使い方が重いのこれ、え、でも、うん、普通に本物って感じはい、間違えました。間違えたな、今の。ちょっともろかったもあるのが。どうかな、時差だったか。時差の振りかなって。時差の振りでした。言わなきゃわからなかった。時差の振りでした。この衣装かわいいんだよな。ね、かわいいよね。サンバイザー。かわいい。これ出る前にさ、練習してたの、時間があったから、うん、みんなで。直前になって、みんなでサビがわかんなくなっちゃって。みんなで、ね、なんだっけって言って。みんなで踊ってた。みんなで。みんなで踊んなくなっちゃった。もうすごいなんかさ、マイペースそうなメンバーが。ね、あ、傘で練習しました。そう。傘でやってた。直前になると分かんなくなるっていうのはあるあるなの。でも、本番曲が流れたらできるんだよね、うん、考えると分かんなくなっちゃうよね。体で動いたら多分いけるんだけど、うん、できました。ダッシュダッシュ、遠いんでちょっと遠くてダッシュですね。配信だとあんま遠さわかんないね。あー、距離の、うん、結構遠いよね。そう、結構走んないと間に合わないと、うん、普通に同じ振りじゃいけなかったりするよね、うん、嬉しそう、みんな。終わりました。こんな感じ、しりさん、照明さん本当にすごいよね、うん、めっちゃ綺麗、ほら、あ、すごい、すごい、びっくりしたもん。初めてさ、現地リハやった時に、入った時にもう青春ガールズのリハやっててさ、うん、なんかもう壁に照明がもうバーみたいになっててさ、びっくりして、すごいよね最初、うん、本当にびっくりした。この曲はチリさんって感じ。三日月出てんの、すごい。え、本当だ。すごい。シナめっちゃ月得意だった、リカで。何の話。めっちゃ得意だった、月。今も？今は分かんない、もうちょっと覚えてない感じ。月に得意
春めっちゃ勉強してた記憶がある。すごい。聞き入っちゃうね。こうやってやるのかわいい。考えてるのかな。かわいい。どうなんだろうね。ユニットスこう当たった人当たってるのかな、みんな。どうなんだろうね。あれあれだよね、なんか傘で練習しがちじゃない、うん、なんかもうさ、なんだっけ、傘でやってた気がする。傘代用されがちだから、うんうん、だったのかな。外れてる人多そうな感じですね。ってるのかな。そんなキャンディーって言われてるわ。うん。
そう、ゆうちゃんが当たってるの。あー、ほんとだ。知ってた？え、これ見てた、これ、シナのやるやつの前に。どっかあるの？須田さんも当たってる。須田さんはみんなね、キャンディー。うん、そう、キャンディーしてる。ほんとだ、ミシピのキャンディー。またキャンディーじゃん。キャンディー。あ、当たってる。あ、エナタンじゃん。布は外れてます。ああ、全然違う。あ、これだけだ。里川さんが全部当たる人はいないよね。しっちゃんかっこいいの似合いそうだって。ほんとだ、ソーダさんじゃん。知ってるのに予想してたのかな。知らなかったのかな、ね、え、見て、ほんとだ。お、ミシちゃん、すごい歌ってるわ。入っちゃった、これは。仕事行きましょう。あゆみおさんとくまさんってそんな身長違う？え、わかんない。いくつだっけ？くまさんが高いってこと？うん。ラメルさんの後ろと同じぐらいじゃない。あ、クマさん、そんな高かったっけ。わかんない。わかんないね。あ、スナよりちっちゃいのかな。意外と背低いってイメージはあるけど、でもそんなってイメージだった、ね。真剣に。あ、そうだ。ここ聞いてた、裏で、うん、もうそこにスタンバイしてる、あそこの後ろに。100m コンビ、うん、これさ、いつもさ、誰か 100m 走コンビニって言うよね。そう？ 100m 走コンビニ。え、ないよね。違う。なんで 100m 走なの？ 100m 走じゃなくて 100m みたいな。変わった曲調だよね。うん、いつもこれ割と序盤に覚えた曲。ヒッピーの序盤の曲ですね。皆さんこれ。映りました。リボンですね。でっかいリボンつけて。マジでこの衣装かわいいね。かわいい。ここの手がさ、これとこれ言ってたよね。ナキさんに教えてもらった配信で。それまで知らなかったもんな。知らなかった。イメージじゃわかんないんだよ ね。なんか言われなきゃわかんないちっちゃな違いがある。
後のここが鎌田さんが大移動するの。そうなの。めっちゃ遠くから来るから。ちょっと待ってから移動するんだ。大移動待ってんの。そう。ここに来るまでの移動も似た移動。そう、リハから言ってたよね。そう、大移動で競り前から三競り中まで行かなきゃ、ね、いけなくて、もうめっちゃ走ってきてる、ミシピオ。え、ここもね、行くんだけどね、ここ一列入れなかったここ埋まってたの埋まってたのみんななんか、誰かがさ、空いてると思ったんじゃない。そうそう、来なくて 遠いからね、ちょっと埋まってた、行ったらちょっと悲しかったね、そう、悲しかった入れないよって。そう、まあ、でも一瞬だからね、一列、うん、かわいいこの曲ね。カタ組んでた今本当はさ、組んでるんだけどさ、ねね、触れないのがね、ね、かわいいよね。かわいい。あの中曲でさ、帽子かぶ、キャップかぶってる人3人いるの。あ、そうだよね。そう、なんか出てくる前に横にゃんさんと同じとこで待ってたら帽子かぶってて、うん、え、帽子かぶるんですかこの曲でって、ね、これしかなかったのかなこの曲しかなかったのかぶれるところ、ね、これ難しいんだよね。でもやんなかったし、何回もね移動で全力投球してます。知らなかったんだけど知らなかった知らなかった知らなかった近かったね、うん、本当に気づかないんだよね。さすがあとついてると思って見てたら違ったとかある あるある。なんかついてんだよ、一回光ってるんだって。そうだよね。そう、もう一個近ったら映ってる。
ホネストマンでさ、めっちゃついてると思って端っこだったから、うん、もうずっとそこ見てたんだって。そしたらまたその後についてあ、今についてなかったんだと思って恥ずかしいってなった、ね、うん、カメラマンさん映してないぞって思ってんのかなって思った確かに映せ映せすごいな、みんなめっちゃ見てるね、横のカメラ。結構正面調節したけど、うん、すごい調節したよね。さすが。なんだっけ曲名。金縛り。あ、そう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 。その仕事が難しいんだよな、ね、金縛りに、あ、金縛りで移動みたいな。そうそうそう、ね、マイクが難しいんだよね。そう、追っかけとね、普通に歌って、うん、追っかけではないか、うん、歌うとこが順番だから、ね、それ意識してると振り分かんなくなっちゃうね、分かる。私はここ一列目だからいつも以上に緊張した一列目は緊張しちゃうね。緊張しちゃう。芝居しながら頑張って移動してたんだけどちょっとなかったねそうだよね、金縛りありながら移動してました。なんです。細かいんだよね。ね、金縛りで、金縛りで移動すると間に合わないんだよね。距離の問題が多いからね。ここは引っ張られながらみたいな。うん。金縛りです。金縛りです。悲しい。
ってるよ。金縛り、金縛りです。ここ1列目です。緊張してます。ここ緊張してます。これ難しいんだよね。え、そう難しい。首と手がね、いろいろバラバラだから。ね、本当はここあの K2 って一文字作ってたけど。美味しいタイムでございます。しーちゃんいるのか。はい、そうです。で、悲しかった。この衣装脱がなきゃいけなくなるのが悲しかった。この衣装好き？一番。一番好き、この衣装が。かわいいよね。あ、すごい白黒になってる。スカートの。え、嘘。引きで映んないかな。ほら、あ、本当だ。それでもブーツの色もまた違うんだ。うん、結構パターンがあるんだね。じゃあ、うん、楽しそうです。めっちゃ楽しそう。楽しそうだね。めちゃめちゃ笑顔なんだけど、どうした。全然ゴミ箱みたいな。うん、調子どう？調子どう？ね、すごい。フリにツッコミに入りました。また言ってる、また言ってる。何回言ってる。また言ってる。また言ってる。楽しそうだよ、すごい。楽しそう。楽しそう。じゃあ、すっごい笑っちゃうんだよね。それがダメなとこなんですよ、シーナ。うん、あ、でもこの時も着替え終わってた。あ、いや、着た、これじゃ早いね。ニシピ次 MC か。あ、そうそうそう。あ、だから早くね。そうなんだ。帽子なんです。聞いてたもん、それも多分裏でいると思って。あれで被ってたよね、でも最後の。あの特別公演で被ってた。うん、ミシはいつも着替え遅いんですけど、この時は MC だからめっちゃ頑張って急いだ。後輩 MC の人、残り3分ですみたいな。あ、踊れちゃうから。いやで、でもこの時も、あ、見てる方が1万人超えたということで、うん、ありがとうございます。すごい、ね、1万人。西村ちゅいさんと初めてだった。もう全員でのライブ以外初めて、うん、でも多かったよね、初めて出た人の公演が。確かに、そもそもたくさんいた。ゆきさんとも初めてかな。青春ガールズで出たかな。出たかな。ちょこちょこシャッフル公演で、うんうんうん、そうね。何の話してたよ。
いのを出ちゃった今リアルだって言われたリアルだって王ってなったよねでもメンバー見た時びっくりした2人でさやばいやばいやばい強いってリアルな王を表現しました今この歌詞めっちゃ覚えてるんだけど聞いてたこの歌詞そうなんか企画系ってあんま MC やってないよねってなって、うん、企画系でなんかってなった時にこれになったでもこれ本当に順番決めてなくて、あ、そうなんだ。最初なんか決めるって話してたんだけど、決めちゃうとなんか落ちとか考えちゃうよねって思って、あ、その場その場で最初にさ、里加護さんこれだからさちょっと最初から上行っちゃってる、うん、しかも歌うのかってなったし、あ、何をやったらいいのかも決まってなかったんだ。別になんかそうサビをセクシーにやろうってとこまで決まってたんだけど、あ、でもなんかこうとは思わなかったあ、こうかと思って今ここでパリクってるあれこれかってそうでも最後もういいじゃん、わかんないよね、正解が正解はないんで、大丈夫、大丈夫、大丈夫ダンさんがいてよかったこれもガチだからさそりゃそう盛り上がってくれないとね。サイリウムで頑張って振ってくれたお客さん。もうえーって言ってからのランさんのこっち向くスピードがシュンなかったからね。
向いてるとき目が合う向こうの人と。帽子の人とポシェットの人がいるんだよね。おしりさんの帽子、え、なんか載せてたよね、ツイッターでなんか見た。かわいい。言われてから見る気になっちゃうよね。気になっちゃうね。ここね、しーちゃんとランさんとちょっとかほさんでスイカ食べてるんだよね。自由な振り方で映ってない。そう、一回映んないね、これは。ね、ついてなかったもん。カメラダメだった。ついてなかった。ちょっとスイカ食べてたんだよね。帽子にするかカバンにするかは決まってますもん。そう、決まってるの。いい歌。ここかな、なんかさ、ツイッターで見たんだけどさ、一列かなんか全員写ってます風な写真がさ、端っこ2人見切れてて14人だったの。え、そうなの？見切れてたの。それは悲しい。その映像で縮小した。そう、多分曲がだったかな、なんか忘れちゃったけど。ここら辺かな。見切れてたの。映るか映るか。ほらしんちゃんの隣。映らなかった。見切れてたの。もうちょっと弾いてほしかったね。そう。あ、ほらほらほら、こっちもってこと？こっちもいない。数えちゃった。あー、だだだだ。ここ、果てにもう一人いるんですよ。本当だ。いないの。ちょっと悲しかった。あと一人分だもんね。数えちゃった。でも、まあ、両方見切れてなくてさ、もし片方だけ見えなきゃいけないから。それ悲しい。もっと悲しいじゃん。それが一番悲しいわ。両端だった、両端だった。だから限界だったんだね。すごい、アンコール中はこんなだったんだ。すごいね。おー、もうここは着替えに必死、必死必死だよね。急いでる。必死です。なんもない。なんも
はい、シーって感じなんだね。途中からさ、あの見に来てくださった30名の方が手拍子をしてくださって、普段のさ、今までだったらね、うん、コールあの二人はどうやって髪型決めたの？どうやって髪型決めたの？しんちゃんな、普通に巻き下ろしだった。前髪を編み込んでもらってた、で下ろしてた。なんか3日間あって、なんか違う、全部違う風にしたいなと思って、でも全部違うのにしたくて、でこの日はあの最初ヘルメットだから、ヘルメットが被れるくらいのハーフアップにしようと思って。あ、だからあれ1日目だけ生だかったの。パドドラだけ帽子がなくて、普通のは帽子があったから高いのは無理だから三つ編みにして、でこれはヘルメットが大丈夫くらいのやつにした。そうだよね、いろいろそう衣装によっても考えないといけないから、うそういうのを考えて決めてますね。手拍子が始まった。どういうタイミングしてるんだろうね、これ。いつになったらするみたいな、あんのかな。なんかこういうのって誰かが 言ってくれるじゃん、一人の人が。誰かがやり始めるのかな。これも、手拍子発動係がいるのかな。雰囲気だって。雰囲気。出てくるからドキドキ感良くない？あ、こうやって見てると。確かにアンコールってそうだもんね、うん、急に曲始まるじゃん、うん、私は着替え場が上手だったから、うん、下手でだったから裏も出し走ってた走ってた仕方はさ、衣装が全部豪華だからさ、アクセサリーとかもちゃんとあるからさ、大変だ。研究生公演とかだとイヤリングとか、何にもなかったりするから、うん、衣装も豪華だから忘れ物しないように。忘れ物がね、この手のやつもね、違う。そう、カフス、カフスで言ってたっけ、手のやつ。うん、それも忘れないよね。いっぱいあったもんね。始まった。こっち出てくるの遅いの。あれなんで階段の下のとこにいて、あで急に始まるじゃん、これも、だからあーって走ってみたいな。そうだ、でも思ったよ、袖にいてさ、階段終わったとこで結構ギリギリで待ってたからさ、うん、向こういないなって思ってたら始まった階段の下にいたから急いで上がったこれもヒール高いんだよね、うん、そう結構さ、元気な曲だからさ、着り流行った時にこんなにヒール高いんかって。ヒールの高さ大事なんだよね、うん、なんかさ、あ、映ってる、いいじゃん。ここスノーマイバルずっと映ってると思ったの、ここずっと見てたんだってでもよかった、ちゃんとね、よかった、カメラ目線でできてたからこう難しいんだよね、意外に、うん、難しいけど一番好き。シナは最初にこの曲やったらしっちゃんの一時期毎日聴いてた曲でしょ毎日聴いてたのハマってた、うん、超ハマってた。最近は ねめっちゃ聴いてますよ。これだっけ、なんかナッキーさんと話したとき AKB と全然違うみたいな、うん、言ってた、ね、
もさ、本当はもうジャンプ1個で進むみたいな。ジャンプ1個？ジャンプで入れ替えみたいな。あ、無理だった。できなかった。うん、リハだとできてた。ここもさ、このこうやってやるとこさ、かかとで立つもんだと思ってたの。うん、振り分見てて、この辺ってかかとで立てないよって思って。無理でした。無理でした。みんなやってなかった。違ったみたい。わかんない。違ったのか、みんなできなかったのかもしれない、ね。うん、リハブリはね、多分かかとで立ってると思ってたんだけど。レッスンシューズだとできちゃうからね。そうそうそう。移動がさ、もう大移動で走ります。ダッシュダッシュで、先頭の方だったからさ、自分が進まないとさ、いけないから後ろ詰まっちゃうからね。リハの時、あゆめろさんが先頭なんだけど、リハの時、あゆめろさんが一瞬移動が、あーってなったから後ろに詰まっちゃった。渋滞起きた。渋滞起きちゃった。忘れがち。何も忘れちゃう。もう意外移動してる。めちゃめちゃ走ってるの。次の曲もめっちゃ移動多いんだよね。SKE推し。チーム曲だよね。うん、でも初めてやったのこの曲。うん、でもしたも2回目 S 公演か、うん、だけ1回だけ初めてやった。楽しいよね。ね、このセリフは自分で考えてますよ。自分で考えてます。ハンディさんがね、いたから、うん、かわいい。元気。あ、ここしっちゃんタイムじゃない？飛ぶ。あ、飛んだ。飛んだ。嬉しい。映ってた。映ってないかと思った。最初わかんない、知らなかったので、みのるんさんに教えてもらって飛んでます。しっちゃん。すごい。カメラ、カメラの取り合いみたいな。ここずっと個人だったんだ、弾きかと思ってた。めっちゃ集中トレーニング頑張ったのに。あれ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 、遠い遠いな、遠いな、出た。ちょっと
いなかった、どのカフェだかなって思いながらやってたんだよね。普通に引きでしたね。ハンディさん来てたのね。ハンディさんいなかったんだよね。ちょっと来れなかった。来れなかった。ちょっと遠かったみ、遠くはないのかな。やってるよね、映ってなかったね。図式で映してほしかったね。全員やってるよね、多分。全員やってると思う。始まる前にさ、ここでコマネチやってくださいお願い言ってた。これさ、すごい端まで行ってるの。あだけど誰もこっちに来なくて、間違えてんのかと思って一人だけ。そうなんだ。そしたらみんなカメラの前にいた。知らなかった。一番後ろの人だからさ、早く戻んなきゃと思って、早く戻ってた。柔らかい。いいな。昔足なのできたのけどな。今もできるよ。今もできるもんね。うん、西は体柔らかいから。ここ須田さんの後ろにしーちゃんと西がいる。あ、そうだ。見切れてるやつだね。見切れてるやつだった。切れてる半分ずつ。切れてる。いい話だった。いい話だった。いい話。すごいよね。見切れてます。見切れてる、してる、してる。ここ顔怖くならないでね、もう本当に。だいぶ危ないから。死にがち、MC の時。何が顔怖くなっちゃう。なんかずっとこうやってあげたりとか、ビリビリしてきちゃうからさ。これイントロ難しいやつね、これ難しい
難しいんだよね。お、難しいんだよね、ここが。そう、覚えたらね、いけるんだけど、覚えるまでが大変、うん、終わっちゃうって感じだったもん、ね、1曲さえラストだもんね、うん、ここは店はちょっとカモさんとソーダさんと何かを作ってて何かを作ってて、なんか今日は何作るって言って何作ったんだっけ、本番は何作ったの忘れちゃったな。リハの時は車作った、ミシが車っていた。この歌もいいよね。ここのさ、感想もさ、ミシは本当は踊らない人だったのよ。あ、そうそうそう、膝の人だったから、でも演出が変わったから、ね、そうそうそう、お尻さんがやらなきゃいけないですかってめっちゃ面白かったよね、あの時に。本当はね、ピザを持ってくる人がいるんだけど、まあ都合上紙飛行機もなんか当時のメンバーは折り方にこだわってたみたいな、うん、言ってたね。まあ今回は飛ばしすぎちゃってもあれということで、そうそう、むしろ飛ばない折り方になってるみたい。してますって言ってた。準備します。走ります。イエーイ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 。面白い。イエーイ。イエーイ。わあ。イエーイ。イエーイ。いい曲だ、ここもです結構走ってるよく走ってるじゃん、走ってる、季節に行くとき走りがち全然飛ばなかった。シナも全然飛んでない。リハの方が飛んだんだよな。落下してった、ね。飛ばない折り方になってるから。しょうがない。仕方ないよね。そうそう。下手じゃないよね。飛ばないのが正解。いかがだったでしょうか。どうでしたか。でもなんか、うん、でもこれやったのがもうでも1週間とかだよね。もうそんな
1週間ぐらいもう経ってるんだけど、でもなんか結構まあ今回3公演初めてやると思って、まあ、なかなか大変だったから、なんか本番が本当に一瞬で、ね、本当に終わっちゃった感じがしたけど、でもこれが最後の公演だったんですよ、3公演の中で、ね、だからすごいなんかをやりきったっていうか達成感がすごくて、でもいつも出ない先輩方で結構まあ、強い感じのメンバー、ね、多めでの中でもこうやってできたのはすごい楽しかったし、ね、よかったなと思います。また女神公演はすごい楽しかった、楽しかったからまた機会があればね、どっかでやるなら早めな方が嬉しいけど、ね、早めに教えていただければちゃんと思い出すのでそうね、楽しかった。終わっちゃった。あれでもね、だからさ、さっきも言ってたけどさ、あのやった回数もさ、もともと少ない公演だったし、見てるファンの人にとってもレアっていうかね、確かに懐かしいというか、またいう公演だったんじゃないかな。新たなメンバーでね、できてすごい楽しかったなっていうふうに思います。はい、本日4回目の配信は19時よりヘルハトナオさん、末永岡さんが出演します。実況する公演はラムネの飲み方公演です。アーカイブ映像の配信はファンストリーム、ストリーミングプラス、 LINE ライブビューイング、以上3つの配信プラットフォームで視聴できます。アーカイブの視聴期限ですが、私たちが出演したシアターの女神公演は全ての配信プラットフォーム共通で10月11日21時まで販売で10月11日23時59分まで視聴することができます。はい、の販売と視聴の時間が違うので気をつけてください。もう一度配信を見たいという方は期限を忘れないようご注意ください。そして12周年記念グッズと鬼滅グッズも現在発売中です。はい、また12周年公演特別取手出しも受注販売を受け付けています。詳しくは12周年特設サイトをご覧ください。それではここまでお送りしたのは西まりなと平田慎奈でした。エブリデイ SK48 最後じゃないのこれ、ここもじゃあ最初せーの、エ